この度、k a g r という名前のアプリを作り、皆さんのスマートフォンで利用していただけるようにシステムを組みました CGS や石垣革大学、生徒 DIY、それから龍馬プロジェクトといった私が関わる活動の情報を毎日無料で皆さんに配信しています詳しいダウンロード方法は動画の説明欄に書いてありますのでそちらの方からダウンロードしていただき、ぜひさまざまな情報を集めていってください。登録をお待ちしています。 CGS をご覧の皆様こんにちは神谷総平です本日の神谷総平が聞くも前回に引き続き修行先生にお越しいただいてますよろしくお願いしますはいよろ,よろしくお願いしますはい、まあ、今回三回シリーズということで、はい、今日はまあ一つのまとめになるんですけども、はい、まあ前回はこちらのね、うんえー、日本の美学、はい、これはあの私がリクエストしました内容をですね、はい、修行先生が四回にわたって講演いただいたものが、まあ、講演録のような形で一冊に Q&A 付きでまとまっているというものなので、はい、まあぜひ皆さんお読みいただきたいんですが、まあ、ここの最終章でも まあ政治の美学みたいなところを、はい、お話しいただいているんですが、はい、まあ私、まあ今政治家に今後の国会員になりまして、楽しみだね、これ。<laughs> ありがとうございます。うん、やっぱりなかなか政治を語るっていうのは難しい日本だなと今思ってるんですが、うん、やっぱりこう戦後のね、いろんな教育の中で、うん 政治とか宗教の話はしてはいけないというのが、そうだったね。ね、そういうなってる。まあ、宗教って言うと皆さんちょっとって思うかもしれない。まあ、僕からすると政治や哲学なんですね。政治や哲学の話をしてはいけないと言うんですけど、でも、例えば海外で行って、まあ、オックスフォードとかケンブリッにしましょうか。ああいった、まあ、イギリスのね、トップの本大学に行くと、一番やっぱり偏差値っていうか、あの、高等な学問は、やっぱ政治と哲学なんですよね。そうだよね。アーバートもみんなそうだよ。ね、数学とか、そういうのではなくて、物理ではなくて、やっぱり、 政治とと哲学が最上位と言うんだけども、うん、日本はやっぱりもうここを考える人たちがいなくなってしまっていてそ,、ねうん、そこに私すごいこう危機感を持ってるんですけどその点についての先生の話を今日僕もね、あのー、非常に今あの神谷さん言われたことに危機感を持って僕自身も読書が好きなんでね、はい、いろいろ考えてきたんだけども何て言うんだろうだから政治とか哲学を勉強してなんとかこう国のためとか。 いいろろ生活日本人日本だけじゃないけども人類のためとか環境のためにやらなきゃいけないっていうねそういう考え方でずっとこれは人類的にね来てますよ、はい、20世紀で21世紀に入っても、はい、で僕もずっとそう思ってた。はい、やっぱり人間っていううのはね何だろう研究ししてて勉強して えー、自分の何だろうなこう哲学を樹立しなきゃいけないとかさあの、ま、それはもう僕も思ってたし、はい、まそう思ってたんだけど今度ね僕は神谷さんのね今度はね参院選のねこれ、あのー、選挙をねいろいろやっぱり知り合いがこう立候補してるんでやっぱり応援もするし、まあ、見てるわけだよね。はい、それでねすごく感じたんだけどね僕はねこれ勉強したりあまりに考えるっていうことはね 僕はこれからはね、ダメなんじゃないかと思い出したの。はいはい。でね、本当に真心だけでいいっていうかな。うん、本当に国のことを憂える。それから社会のことを憂える。または環境問題。本当にこのまんまじゃ人類はダメなんじゃないかと。こんなね、全く工業的なものばっかりじゃ。で、そういうことをね、感じている人が、そのまんま一つの力になるっていうかな。僕はね、なんか、そういう時代がね、 この選挙運動を通じてなんだけど、来たようなね、感じを僕は得たってこと。これは、得たのは何かというと、神谷さんの力だと思うの。うん。だから、神谷さんという人を知らなかったら、僕はね、あの、やっぱり、まあ、も僕72だからね、やっぱり勉強しなきゃダメ、思想を固めなきゃダメ、その自分の信念を養わなきゃダメと思うんだ、まあ、思ってんだけども、神谷さんの活動を見てるとね、僕はね、 心さえ綺麗なら大丈夫。体当たりすれば大丈夫というね、そういうことをね、今度の選挙をついてまた、えー、神谷総平という人の生き方とかね、から何よりも個性、見せて,てね、思う。はい、これはね、そういう方がね、人、そういうその、真心はあるけど、まあ、知識は足りない。でも国のためには何かしたい。そういう人がね、国のためにやれる、神谷さんがリーダーになれるってことよ。 やっぱり、ね、リーダーっていうのが必要なんだよ。はい、でこのリーダーになれる素質っていうのは僕はこれは一つのまあ天誉のものだと思うんだけど、あのー、それを神谷さんはね持ってるっていうのを感じたね。だから。<laughs> すいませんだ褒め殺しのような。<laughs> <laughs> 褒め殺しじゃないよこれは。でも本当のことだから。はい、でねその先鞭をつけたっていうかまたそういう勉強とか知識なんかじゃないものを 一つの力にできないと、僕はもう日本国も、僕はもっと大きく言って人類だな。はい、僕はもう立ち上がれないと思う。うん、このまんまね、知識とか、信念とか勉強とかね、言ってたらね、僕はもう人類はこのまんま滅びると思う。日本国ももちろん滅びる。だから、そういうものを必要としない愛国心。はい、<laughs> ちょっと言葉はおかしいけど、 信念のいらない愛国心とかさ、はい、勉強を必要としない愛国心<ー>、うん。僕は、だからまあ、言葉としては、本当にそういう、そうしたいという心さえあればいいというかな、うん、そういうものをね、なんか神谷さんが引っ張れる力を持ってるように感じたってこと。ありがとうございます。これは、意識改革大学ので集まってる方々を見てね、僕はもうちょっと感じてたの。うん、あ、だから神谷宗平っていうのは、 なんかすごい特殊な能力を持ってるな。特殊、はい、特殊。だって昔はやっぱりリーダーっていうと、もうちょっとね、こうね、なん、なんていうのかな。悪い言葉で言えばもうちょっとこう,う、暗いって言うとあれだけども、あの、なんて言うんだろう。もうちょっとこう、迫力がないとダメなんだけど、神谷さんっていうのはね、やっぱり迫力っていうか、やっぱり優しさとかね、やっぱりね、あの、スポーティーだよね。スポーティー、はい。スポーティー。はい。 で、スポーティーな人がね、そのまんまね、リーダーになれるね、僕はね、数少ない方だと思う。うん。あのー、やっぱりだって、自民党の政治家なんか見てると、やっぱりリーダーっていうのはね、見ただけでやっぱりね、あのー、こう、えぐいよね。<laughs> えぐい。それがないもん。あ,ありがとうございます。でもね、ない人がリーダーになれる時代が来たってことと、そう,そういう人のもとに集まる人が、 なんだろうな、さ、今言った勉強とか思想が固まって、なんだろう,う、凝り固まんなくても、あの、政治活動、国のためにも何かができるっていう、そういうものをもっと神谷さんがまた引っ張っていける。そういう時代が来たのをね、僕は今度の参政党の選挙でね、すごい感じたね。ありがとうございます。はい。で、本当に得票数見ても、それからあ、一つのその政治の流れ見ても、なんだろう、一つのウェーブっていうかな、波になってるもんね。 でこれはねうまく持っていくと本当にその波が大きくなって、はい、僕はね政治の動きとしてはね唯一の,の,の望みじゃないかと思う。神谷さんの今やっている動きだよね。はい、これがだから大きくならないならやっぱり滅びるね、うん、悪いけどこれ日本は。うん、で大きくなればやっぱり今の,その若者が若者の中で真心を持ってる人が。 思っている心がね生かされるようになるから、はい、心が生かされるようになれば立ち直れると思うんだよ。だからまあ知識とかよりももその心とか情熱のところで時代が動くとそういうこというそういうことですよね。でそれにはリーダーがやっぱりいるわけだよ。<laughs> そのリーダーに僕は神谷さんはなれると <laughs>、はい、僕は今度の参政党の,の選挙運動を見てて思ったねあのなんだろうなこうちょっと演説してるところとかさやっぱり見るけど。はい やっぱり才能なのかな <laughs> あれ昔のね、政治家のタイプはいないよ。ああ、そうですか。いない。いや、僕も、うん、特にこう、ここ数年なんかスピーチのレッスン受けたりとか、うん、なんかそういうのを考えたことはなかったんです。でも本当に、この CGS とかで先生たちからお聞きしたこととか。うんうん、考えないからいいんだよ。よね、だから、考えない人間がやらなきゃこれからの政治はダメなんだよ。はい、なるほど。変にもね、原稿作ったりしてないですから。から考えると、はい、ちょっとよく喋るけどさ、あの、政局。はい。裏の、 で、裏でうまいことやったり、ああいう、今の、今の政治家だよ。はい、ああなっちゃうんだよ。勉強すると。下手に。はい、だって自民党の政治家なんて俺何人か知っててあ、話したことは何人もあるけど、もうとにかく自分がさ、いろんなその数字まで含めて、はい、あのー、裏事情っていうのかな。うん、全部精通してんのが自慢だもんね。うん、要は。なるほど。だから、そうなっちゃうと、僕はもう、政局、 で個人の生活で言えば生活だよね。だから、生活は誰でもしてるんだけど、生活に飲み込まれちゃう。うん、今の自民党の政治家ってのは僕はほとんどそうだう、はい、だから、飲み込まれないや、さっきもあした理想がいるんだ。はい、で、この理想をそのまんま、理想ってのは心がけだよね、心だよね。はいうん、この心をそのまんま生かせる、絶対にリーダーに僕はね、あの賛成とはなれると思う。今のまんま伸びていけば。はい うん、でもそういう点でも、まあ私もとはいえ、やっぱり先生のいろんなお話も聞いてきましたし、うん、たくさんの勉強してきたので、最初は僕ね、心でいいと思うんですよ。すただ、それをやっぱり人に伝えたり、ちょっとするには、やっぱりこの前に立つ人たちは、やっぱり勉強もね、あの、大事かなと。 うん、まあ、読書程度だね。はい。うん、そういった点でね、うん、あの、先生が、まあ、僕はまあ、もうだいぶ訓ん受けてますけど、はい、これからね、賛成党で議員になろうかなと思ってる人たちも結構いてくださるんです。うんうん、あそう。はい。そういう方々に、まあ、もしこれから政治家を目指すんであればね、うん、少なくともこういうことはちょっと教養として、うんうん、その勉強ではなくて、まあ、ある意味、重い、ファッションの源泉として、はい、こういうことは大事にしてほしいなというのがあれば、あの、これから政治家を目指す若者これ日本の政治ってことね。そうです。 日本の政治だったらね、はい、間違いなくあの、歴史やなんかをね、まあ、勉強じゃなくても読み物としてね、読む場合でもね、一番心がけるのはね、日本人の中に生きている武士道の精神。はい、武士道の精神がどう日本人がそれを生かしたかっていうことをね、学んでいただければ、うんうん、それをそのまま政治に生かせばいいわけだから。日本っていうのはね、良くも悪くも、まあ、悪い方はないけど、ほとんど、はい、あの、全部武士道なの。はい、だから、例えば、 宗教も禅なんかも武士道と合致して日本の禅になる。はいはい、あと、お花とか、華道とか、ああいうのも日本のなんとか道。はい、なんとか道って言われるのは全部武士道なの。だから、武士道と合致して、あの、いろんな儀礼とか、文化が日本がで,できたわけ。はい、だから、武士道が外れた場合、ほとんど日本の今文化と言われてるのは中国文明だったら昔の。はい、だから、武士道が、 日本国の天皇を中心とした天孫降臨からの、もうずっと歴史であり、うんなん、なんていうのかな、特徴だよね。うん、で、カ、えー、神谷さん当然ご存知だけど、日本人は商売も武士道なんですね。だから、商道ですね。はい。だから、日本人のやる商売っていうのは、なんだろう、みんな命がけで、はい、まあ、僕もそうだけども、こういうなんか事業を立てた人が、自分の命がけでそれを世の中に問うっていうのが、だから全然金儲けでもないし、な、うん何でもないっけ。 だから商売も日本人の商売の本質は何かっていうのは武士道を学べば分かってくる、うん、で政治家も明治以来の偉大な偉大だと言われてる政治家たちが本当,に本当は何をしたかったのかっていうのも僕なんか武士道が好きだったんで、はい、もう政治家勉強なんかしたことはないんだけども,、はい、もう政治家の本当に望んでた真心とかそういうのは全部僕は分かる。うん 今の政治家にはいません、はい、これはだからあの武士道を学べばそれが分かってくるで武士道を今度はね日本の政治をやる場合全面に出すんじゃなくてそれを心の中にね収、はい、めて、うん、で人類のためとか日本のためにねいいと思える活動をすればそれが政治になるってことです武士道を全面に出しちゃうとね、はい、あのそれはまたまたちょっと話が違ってくるんいや、ただ<そ>基礎としては入ってない方は、ね、そういうことですね。うんいや 私も、あの、ま、街頭演説なんかでも、まあ、少し、あの、とこでの話をしたりとか、まあ、三島夫先生の話をしたりとか、新風鈴の乱の話をしたりとか、はい、はい。まあ、そういう。まあ、新風鈴も基礎だよね。はい。でも、新風鈴のあの気持ち、はい。あれが本当に分かれば、うん、はい。あの、新風鈴の人たちの魂を持ったまま、政治家になれば、絶対にいい政治家になる。うん。ね、うん。うん。それを言いたいわけだよ。はい。うん。 だからね、それを該当で言うと、やっぱりね、こう、涙を流してくださる方もいらっしゃるんですよ。要は、みんなそう思ってるんだけど、まあ時代がね、それを許さなかったというか、そんなこと言うと変わり者だと言われると。天人だよね。だから武士道って言えばそうだもん。ね。けど、まあ私がまあみんなの表に、矢本に立って、そういうことをもう言うと。私もそういうものを持ってるというふうにすると、やっぱりこう、仲間が見つかったというような感じで、多分皆さん共感していただけたんじゃないかな。絶対そうだよ。で、それが、 これ、参政党の、こう、これからの運動の仕方によっても、はい、これが本当に政治に生かされる時代がね、なんか僕は来るように思うってこと、はい、その宣伝っていうか、鍵が一個かかったってことだよ。これ素晴らしいことだと思うよ。うん、うん。神谷さんならできる。<laughs> うん。俺はもうそう思ってるよ。はい。うん。あの、一人でも頑張んなきゃダメ。でもね、一人、二人、三人でもね、頑張れば僕はね、あの、時代のウェーブだから、はい、なんかね、 時代を動かせるように思う。これがね、正直今度の選挙で感じた。うん。うん、まあね、私たちの、うん、まあ私の思いから始まった党でね、うん、まあ4年ほどやって、それで170万の、ね、方々の、はい、まあ期待を受けたわけですから。うんうん、得票数もすごいけど、はい、得票数だけじゃなくてね、 あの選挙運動をしてた人たちのこうなんだろう波動っていうのかな特に神、ね、谷宗平がこう選挙してるところをね僕はインターネットでもねだいぶ見たけども、はい、あ,あの波動がねまるで普通の政治家と違ううんでそういう波動を持った人が本当に政治の世界に入れること自体がもうある種奇跡だと思うなとか、うん、今度参政党なんか入ったの僕は奇跡だと思うよ、うん で、これが伸びてけば、奇跡が実現するわけだから、素晴らしいことだと思うよ。ありがとうございます。はい。まあ、僕自身はもう本当にね、さっきも言いましたけど、あんまりこう、策を練るというよりも、まあ自分が今までやってきたことを正直もうぶつけて、まあ、もうこれでダメなら、もういいやと、いうぐらいの気持ちで、まさに先生が言ううもう魂の燃焼ですよ。体当たり。これで体当たりして、日本に体当たりしてダメだったら、もうこれまでだと、そうだね。いうぐらいの気持ちではやったので、 うん、それがまあ形にねできた、うん、なったということで、まあ、それをまあ広げていけというエールをまあ今日いただいたと。でそれの共感者がもう意外と多いし、はい、これどんどんこうウェーブとして伸びていくちょうだ、はいそういう力を感じたっていうかなわかりました。うん、では、ね、皆さんあの 政治の哲学として、やっぱりもう武士道というの、武士道的なものですね。武士道が。武士道の歴史っていうかな。武士道の精神。こういうものもね、あらゆるもので、本、ものの本でいいから、読んでもらって、それをどう商売に使うのか、どう政治に使うのかっていう、もう、あとは問題だってことだね。そうですね。はい。ま、あの、先生をあの、お勧めしましたけども、ま、こちらの先生の本の中にも武士道のこと書いてありますので、はい。ぜひこちらも、あの、そういう入り口として読んでいただければいいんじゃないかな、というふうに思います。はい。今回どうもありがとうございました。どうも。 You're good. Bye.